ヘトリスヘイジ発電所、またはヘトリスヘイディジ熱発電所とはアイスランドの地熱発電所である。世界第2位の規模を持つ、この発電所は同国内1位の規模を持っている。同発電所は南西アイスランドのヘインギットルに位置している。近くには同様の地熱発電所である、ネイシャベトリル発電所が1 1トル離れて存在する。 2011年10月には3 0 3ットの電力と1 3 3ットの熱湯を生み出してきた。現在、電気出力4 0 0ットを目標にタービンを増設中である。この発電容量を達成できた暁には、設備出力の点において、世界最大規模の地熱発電所にランクされることとなる。東発電所は2006年、 それぞれが三菱重工性出力4 5ットの蒸気タービン2機で電力生産を開始した。2007年には東芝製3 3ット低圧蒸気タービンが追加され発電を開始した。2008年にはさらに4 5ット出力タービン2機が追加された。この2機はスカースマーアフヨール3から蒸気を供給されている。同年、 同発電所を所有する、レイキャビックエネルギー社と発電所の設置に関わる、三菱重工業、ドクバルケデュール社の間で、地熱発電設備5機を設置する契約を交わした。2010年には、熱水プラントが導入され、現在133メガワットの油を生産し、レイキャビックの各家庭に供給している。2011年10月1日、 最新の4 5ット高圧蒸気タービン2機が発電システムに追加された。ありがとうございます。